道中の魔物に魔獣か。あ、魔獣からさ肉とか取れんねんったらさ、それでリソース解決するやんと思わへん。確かに。まあ、爪はどうなんやろ、アイテムっていう扱いなんやったら、うん、落ちると思うよ。上昇の戦士の名はドロシー・イザヤ・エリシバ。この祈りでかの者は守護を得る。最悪の神は笑わない。かの者は常に勝利する。ドロシー、いつにも増して剣さばきに磨きがかかってるな。カムサバキ。あ、そのシャスター様とリピア様が同行してるので、ついいいところを見せたくて。わかるぞ、いいところを見せたい人っているよな。はい、いいところをたくさん見せたいのです。なあ、そういえばドロシーが戦闘の時に言っているそれ、何か意味がある言葉なのか。あ、上昇の戦士の名はってやつ。ああ、あれは召喚の父さんから学んだのです。父さん曰く、この世界の強さはイメージする力に比例する。だから自分を鼓舞する言葉で武装するのは有効だとか。でもこのイメージの力で強くなるのって結構チートじゃない、うん、うん、確かにな。てかそれにさ、お父さん気づいてるってやばくない？あ、普通に名前の部分を置き換えればキリトもすぐ使えるまじないですよ。強く思わないと意味がありませんが。だって飛ぼうと思ったら飛べる世界ないからさ。なるほど、まあ、イメージだけで言葉で自分を高める、それが真意の強さにつながっていくって考えか。そうだな、イメージする力は大事。ん？待てよ、おかしくないか。ドロシー、イメージってどういう意味で使ってるんだ？これは神聖語です。心の中に思い描くという意味で。あ、そしてそれを日常的に使っているのか？はい。あのさ、もしかしたら他にも神聖語を、その父さんとやるから習っているのか？どんなの知ってる？あれ、神聖語って人間界でしか話されてないんだっけ？あれ？そうやったかな？いや、分からへん。人間界の中でも魔法とか使うときに神聖語使うやん。うん、あれ？神聖語ってどういう立ち位置だ？星が空をきらめくときはトゥインクルスター。干上がった大地に雨が降って時折珍しく虹が出るときがある。そういうときはオーバーザレインボー。キリト、そんな目で見ないでください。自分で勝手に作った神聖語じゃないんです、本当です。ドロシー、これわかるか？誰かを応援するときはファイト。あ、誕生日のお祝いの言葉は、あ、ハッピーバースデー。あ、そうです。なぜ知ってるんですか？はあ、なんてことだ。盲点だった。そうか、だから人間界でも神聖語っていうのは何かわからへんってことか。そういう単語の羅列。俺は多分君の父さんと生まれの星が一緒なんだ。だからお父さんが人、あの、あっちの、あっちの世界の人なんじゃないかっていうのはあるよ。リアルワールド？召喚の父さんも
リアルワールド人ということですか？キリトと同じ故郷の人なんですね。そういうことか。同じ故郷の人やとしてもオーバーザレインボーなんて言わへんけど。ドロシーの父親がリアルワールド人。虹って英語でなんて言う？レインボー。おそらくはラースの職員だったとしたら、アドミニストレーターの目をかいくぐれたことは説明がつく。支配する側の人間なんだ。システムコマンドを知り尽くしていればこの世界を自由に移動できただろう。そして何のしがらみもなく人界の男として暗黒界の娘を愛した。もしそうなら、実を言うと父さんのことはあまり覚えていないのです。おかしいですよね。教えられたことは覚えているのに。もしそうなら、母さんも父さんのことをすごく好きだったのに、顔だけはなぜか思い出せないそうです。父さんが別れ際にもうあまり思い出さないでほしいと呪いをかけてしまったんだと。そうだったとしたらなんて残酷なのだろう。暗黒騎士だった母さんと恋に落ちた神聖術師と聞かされてはいるんですが、召喚は父さんがもしかしたら人界でいうところの天界の使者の類だったのではと思っていたりもします。だからお父さんが強いアカウントだったから、うん、ドロシーの体力が大きいっていうのもあるんやろうな多分。とにかく不思議な人でした。教えられたことは過去の言葉だけではありません。召喚は暗黒騎士ですが、神聖術も実は知っているんです。大規模術式とされるものも習っていて。あ、すみません、召喚ばかり話して。キリトが父さんと同じ故郷出身かもしれないと思うと熱いけど嬉しいな。キリト、リアルワールドとはどんなところか聞かせてくれませんか？意外とゲームの世界の方が楽よな。HP 回復できるし。AI を軍事転用する計画を練っている世界だ。でもこのさ、これ結構俺ふと思っただけなんやけどさ、うん、AI を軍事転用するって言っても、それで、例えばそれで戦闘機が落ちたかってさ、別に AI が死ぬわけじゃなくねって思っちゃうやん。まあね。人がたくさんいるから、ドロシーのお父さんが誰か見当もつかないから。残酷すぎる。俺がテストモニターで何度か訪れた時に接触した誰かか、それとももう去ってしまった職員か。きっとドロシーたちの前から消えたのは何か理由があったんだと思う。すごく遠い場所だから行くのは大変なんだ。この現実と見まがう世界で一人の女性をもてあそんだのか、それとも本気で愛した。ソウルトランスレーターから出る時って、しばらく他の人には内緒にしよう。俺も驚いていて整理がつかない。だから本人も覚えてなさそうな気がするよな。どちらにせよ最悪だ。見てみろ、目の前の女の子。はい、キリト。あ、でもまたこのことを話してもいいですか？父さんのことを話せる相手ができて嬉しいんです。この子は父親を愛しているなあ。もちろん。よかった、ありがとうございます。ドロシー、君が慕うその人物はどんな事情であれ、君をこの世界に産み落とすだけ産み落として捨てた父親なんだぞ。糸、キリト、聞こえておるか？カーディナルさん、定期報告を聞きたい。カーディナル、ああ、よかった。話したいことがあったんだ。ちょっと
他の人にはまだ言えなくて。この完全に置物とかしてるカリナさんだ、うん、ドロシーの父親がリアルワールド人である可能性が高いと。なるほどな。ありえない話ではない。断片的な情報を拾っても妥当であるし、その推測を的外れとは言えん。キリト、アンダーワールド人にはそれぞれ魂とも呼べるフラクトライトがある。それを保存しているのがライトキューブじゃ。約20万個あるとされているライトキューブが集まったものをライトキューブクラスター。そしてその中央に出記憶装置であるメインビジュアライザーがあるのじゃが、今はこれは置いておこう。今はこれは置いておこうって。じゃあ話すな。ライトキューブはアンダーワールドの総人口が飽和しない限り、空きキューブというものが存在する。夫婦となった男女が修道士や修道女に婚姻登録を行ってもらうと、この空きキューブが神聖子のものへと変換されるのじゃ。そうか、これは原作とかを読んでる俺は知ってるけど、うん、あまり知らん人は知らんのか。この世界で子を作ること自体はそれほど難しくはない。お主にもできるという話は以前にもした。しないよ、前みたいな冗談魔人の話でも笑えない。だって現に生まれているんだぞ。軍事転用する AI を作る実験場で、その中の一人と子供を作って、それで捨てて逃げた。許されることじゃない。許す許さないの観点はわしには分からん。我々にとってリアルワールドの人間は創造神にも等しい。じゃがお主が言うほど冷たく呪われた婚姻じゃったかどうかは少し考えればわかるのではないか。ドロシーは父親のことを恨んでおらんのだろう。身を守るべき心得を授け、真意を学ばせ、神聖術も教えた。何のためじゃ、この厳しい世界で娘に強く生きてほしかったのではないか。ドロシーと母親の記憶の欠損が父親によるものならシステムコマンドの操作じゃろうな。何も言わず消えれば妻子は父親を探すだろう。残していく妻と娘に彼はいたが今はいないという状態を与えておけば、元からいないっていうあれは何無理なんだ。そう増えまい。まあ、なんでってなるんか、やっぱり。事実、そうして母子は彼が消えた現実を受け止めて、その後も生きた。あ、ほら、やっぱ愚かって言われてる。自分の存在記憶自体を全て消さなかったのは愚かだと思うが、消せなかった理由は、お主にならわかるじゃろうて。キリト、この世界から去るとき、お主は、大切な友人たちから自分の記憶を消すか。切れててやりかねんよな。俺は必要に応じたら。忘れてほしくない。覚えていてほしい。だってこれが現実じゃないと誰かが言ったとしても、俺には現実なんだ。今もここで生きてる。ユージをと出会った。一緒にギガシタを切って旅に出た。あれで切ってって読むんだ。ギガシタを切ってって読むらしいだね。修験学院に入学してセントラルカセドラルに連れて行かれて、いろいろあったけど最後にはアリスと友達になれた。アスナたちも来てみんなでこの世界を守った。もう俺の人生の一部になってる。この世界そのものがそうだ。俺がたとえいなくなったとしても、
俺がいたことなかったことにしてほしくない。そうじゃな。だがいずれその日は来るぞ。その時お主がわしの記憶からも自身の生きた記憶を消そうとしたら、わしはどうするのじゃろうな。いや、そっか。勇者がカタカタカタってなってる。